はい、どうも、オクテットチャンネルの安藤です。本日はですね、ちょっと手短ではあるんですけど、シャツのサイズ感についてお話ししていこうかなと思っております。オクテットチャンネル。はい、ということで、まあね、最近シャツ特集というか、あのシャツいいですよとか、こういう着方いいですよみたいなシャツの話ばっかりしてるなっていうイメージはちょっとあるんですけど、まあ実際ね、今の時期シャツめちゃくちゃいいなっていうのもあって、まあ僕自身もね、めちゃくちゃ着るっていうのもあって、今回はまあシャツを選ぶ時に、サイズ感ね、すごく重要だと思うんですよね。で、まあこのシャツがいいっていうのはあったとしても、どのサイズを選んだらいいのかっていうのはね、特に分かりにくいのかなと思います。日本のやつとかだと SML とかで表記がなってますけど、僕らの紹介してるやつとかって37とか39とか、なんかよくわかんない数字がね、いろいろとあるので、そのあたりもね、ちょっと見せながらというか、動画なのでね、せっかくなので着ながらご説明していこうかなと思っております。というわけでですね、まあ、まず、37のサイズ今着用しております。はい、僕の身長167かな8かな、の体重が50キロですね。まあいつも着ているサイズが37っていうサイズです。はい、でジャネットの白色のシャツ着てるんですけど、本当にシンプルなスリムフィットのモデルなんで、まあ細すぎずゆったりしすぎず、ちょうどいい塩梅のサイズ感ですね。肩周りもちょうどぴったりですね。はい、で袖丈もまあこれだったら直さなくても全然いいかなという感じです。はい、で丈はね、ちょっとこのぐらい長めにはなってますけど、まあこれは素材によってかなと思いますが、リネンだともうちょっとクシュクシュっとなるので、長さはね、全然このぐらいでもいいのかなと思います。で後ろもこのぐらいですね。はい、でこれだったらまあ別にタックインしてもらってね、まあ、こういう感じで着こなしてもらうのも全然いいんじゃないかなと思います。はい、まあインアウト両方使える塩梅ですね。はい、そして一応今、37とあと39、41とね、3段階、まあ日本規格でいう SML みたいなところを、持ってきたので、そのままちょっと39一回着てみます。はい、ということで、39のサイズ着てみました。こんな感じですね。袖、先ほど見てもらってたのに比べるとね、2、3センチぐらい長いのかなと思います。で、身幅も結構ゆとりができましたね。はい、で、まあ、このあたりだと、腕まくってもらって、着こなしてもらうのがいいのかなと思います。はい、まあ、39でも全然、着方としては今時な着方になるといったような感じですかね。はい、でパンツとのバランスも、まあ全然ありかなと思います。ただ丈はやっぱりだいぶ長くなるので、これはね、まあ、タックインしてもらったりだとかしてもらった方がいいのかなと、個人的には、まあ、休日ですごくリラックス感出したい時、緩いパンツ履いてる時、コーディネートによっては全然ありかなと思います。はい、でも気になる方はね、まあ、こんな感じですね。身幅は結構ゆとりはできるので、まあ夏なんでね、そんなにピタッと着たくないよっていう方なんかは、これでも全然いいんじゃないかなと思います。はい、肩幅もまあ先ほどとそんなに変わんないぐらいなので、まあ身幅と丈、袖丈ですかね、この辺りが変わったかなっていうところです。はい、なんで気持ち緩めに、休日っぽく、なんかリゾートっぽく着こなしたいっていう方は、まあ、ワンサイズアップしてあげてもね、全然いいと思いますし、まあ、ジャストで着た方がやっぱり綺麗でスマートな感じにはなるので、そういう方はね、そういうのが好みな方はジャストで着るといったような感じですね。はい、でこれで39っていうサイズなんで、まあ、M サイズですね。はい、次行ってみましょうか。次はですね、41のサイズ着用してます。 L サイズですね。まあもうこれは個人的にはアウトですね。まあでも好みによってね、服装のテイストによっては全然、
これいいじゃんって思ってもらえる方もいるかもしれないんですけど、まあ綺麗にシュッとした感じで着こなしたいんだったらね、ちょっと難しいかなっていうぐらいですね。まあ腕は長いんですけど、まあ、腕まくりしてもらって、まあ、あえてね長めの丈でもうちょっと太めなパンツとか緩いスウェット系とか、デニムとかチノパンとかと合わせるんだったら、いいのかなとは思います。はい、で身幅もこのぐらい、もう結構余裕あります。5センチ5センチ、もう10センチから15センチぐらいは余裕がある感じですね。はい、でも肩は、まあ、1、2センチ落ちてるぐらいなので、もともとの作り自体は、全部がスリムフィットなのでタイトめにはできてるんですけど、まあ、それでもね丈とか、長さはね全体的に長くなるといったような感じです。はい、はい、こんな感じですね。このウエストあたりゆるっとした感じがあるかなと思います。まあこれはこれでもうそういう着方だよって言われたらもうおしゃれなんですけどね、といったような感じで、ちょっと今日このままね失礼するんですけど、サイズ選びは言っても好みにもなりますし、ちょっと小綺麗な感じで綺麗に着こなそうと思ったらジャストフィッティングでやっぱり選んでもらえるのが間違いないですし、今のトレンド主流の流れ自体はこういうゆったりしたね、シルエットになってますが、まあそこにあえて挑戦してみたい方であったりとか体型カバーするっていう意味とかも含めてそういうのを選ぶのもありだと思います。はい、なんでまあ選び方は人それぞれですけど、まあどんなサイズを選ぶとどんな感じの着こなしになるのかっていうのだけねイメージしやすいといいのかなと思いますので、ぜひねこの動画参考にしてもらって、あこんな感じのサイズ感で着たいなと、イメージしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、僕らの動画は毎日8時に動画を更新しております。ぜひ、ご視聴していただいて、もし参考になったなと思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、あとですね、こんな SNS を最近は更新しております。ぜひそちらもチェックしてみてください。というわけでまた次回、バイバイ。We'll be right back.